項目7つ目なんですが、まあ、避けている基本種目がある。で、基本種目って何っていうところなんですが、まあ、一番イメージしやすいところで言うと、俗にビッグスリーと言われているベンチプレス、スクワット、デッドリフト。そういったところを、まあ、いろんな理由で避けてしまっている。その種目がなぜ基本種目って呼ばれているのかっていうのをちょっと考えてみると容易に想像はできるんですが、基本種目ということである程度昔からある種目なんですね。いろんな筋トレ種目がこの筋トレの歴史の中でできている中で、なぜ古くから現代に残ってるかっていうと、やっぱりその効果が高いんですよ。人によってやっぱりその体型や骨格だったりが異なってくるので、ある人にとってはすごく効くけど、ある人にとっては効かないみたいな種目もやっぱり出てきたりするんですが、そういったところで言うと基本種目と呼ばれている種目はある程度万人にまんべんなく一定以上の効果があるから今淘汰されずに基本種目というふうに呼ばれているので、特別な理由がない限りそれを飛ばしてしまうっていうのは効果が高いって分かってるのにしないということと同じような意味になってしまうので非常にもったいないです。例えば、まあ、ベンチプレスだったりスクワットだったりデッドリフトを外す理由としてよく多いのが、狙ってる筋肉に効いてるかが分からないとか、まあ、何かしらちょっと痛みが生じますというところが多いかと思います。痛みについてはある程度しょうがない部分も出てくるんですが、例えばキックフォームをどれくらい突き詰めたのか、痛みが出ないフォームをある程度突き詰めたのか、そういったところを一旦見直していただくといいのかなと思います。 YouTube だったり SNS でいろんなトレーニングの情報が発信されていたりするんですが、そういったところで情報をもらってそれを実践していく中で効かなかったとか、あとはまあ痛みが走るとか、そういうことが出てくると思うんですが、やっぱりそれより質の高い情報っていうのは知識がある方、トレーナーの方だったり、まあジムの会長さんだったり、そういったところに相談をしているのかというところですね。やっぱりこう第三者の目から見てフォームが明らかに違っていた場合、それを直すだけで効かなかったものが効くようになったり、痛みがあったものが痛みなくできるようになったりということは十分にあるので、指導を仰ぐというアプローチも基本種目を外すという前にそれをしてもいいのかなとは正直思います。フリーウェイトを、まあ、仮に基本種目として据えるのであれば、基本に対しての応用がマシンを使ったトレーニングになると思うんですが、結局その基本種目からの、まあ、派生でマシンっていうのはできているので、マシンが上手になっても基本種目は上手にならないんですよ。なので基本種目をしっかりと学ぶことで、それだけのプラスだけじゃなくて付随するところにも必ずプラスが波及するなというところがあるので、そういった面でも見直していただいていいのかなと思います。項目8つ目、目標設定が甘いというところなんですが、これに関しては私がまあボディービルの大会に出ている中でなんとなくそういうことがあるのかなというような項目なんですが、例えば都道府県のチャンピオン、東京であればまあミスター東京とか、大阪ならミスター大阪っていうようなチャンピオンになるような方ってどんな方なのかなっていうふうに見ると、自分はミスター東京になる、なりたい、なるんだって言ってる人と、私は東京チャンピオンになった後に日本チャンピオンを目指すと、全国という名のつく大会で優勝するんだっていう目標を掲げてる人だと、やはりこうどっちが優勝するかなっていうと後者の方が確率として多いのかなとは思っています。なぜかっていうところがうまくその説明はできないんですけど、最終的な目標に対してギリギリ届かないっていうことってやっぱり多いとは思うんですが、それより先に目標を立てておくと、届かなくても本当に最低限クリアしたい目標は届いてるっていうような、そういうふうに思っているとやっぱりその体は変わってくるのかなと。高い目標を持ってやるっていうところで、目標に体を無理やりにでも合わせていくようなイメージをするといいのかなというところはすごく肌感として感じます。ただ現実味が湧かないような目標、極端な話するともう明日ミスターオリンピアになります僕はみたいな、そんなどうやったってまあ無理じゃないですか。やっぱりある程度その目標に対しての道筋がイメージしやすいところの目標を立てるというのが重要になってきます。ご自身のレベルに対して相応の目標より一段階
2段階ちょっとだけこう高い目標を設定してあげるくらいの方がやるべきことっていうのが、見えてきやすくなると思うので、この方がいいのかなと思います。この9つ目の項目なんですが、これはちょっと最後これかよっていう話なんですが、まあ、やっぱり筋肉ってそんな簡単につきませんよねっていうところ、簡単につくもんじゃないから、まあ、尊いものなのかなと思います。今日トレーニングして次の日鏡見て、あ、筋肉ついてるっていう風に思う時もあるんですが、なんかそれは多分そういう気のせいだと思うので、実際はついてないと思うんですよ。やっぱりその辺ってなかなかモチベーションにはしにくいかなと思います。ちょっと脇道にそれるんですが、ジムとかだと朝昼見る鏡よりも夜見る鏡の方がやっぱりなんかかっこよく見えちゃうので、モチベーションを高めて自分を甘やかしたい場合は夜ジム行った方がいいです。まあ、余談なんですけど、まあ、そういう風に見た目でモチベーションを維持するっていうところが、まあちょっと微妙かなっていうところで、どういったところをモチベーションにしたらいいのかなっていうところなんですが、トレーニングに対して上げる重量と上げる回数、これについてはやっぱりモチベーションにしてやってもらえればなのかなと思います。トレーニング種目に対してやり始めた時って重量は伸びてきます。神経系がどんどんつながっていくので、筋肉がついてるついてないに関わらず伸びていく。で、そこに対してある程度頭打ちが来たところから進歩がゆっくりになってくると思うんですね。そこから本当にもう100キロができたものは次 102.5 キロとか 101.25 キロとか10回やる場合にでも、それくらいの更新ができるだけでまだすごいかなっていうところなんですが、まあ、本当にそこから細かいところになってくるので、いきなりレベルアップという感覚は少ないんですが、薄い紙一枚一枚を重ねていくような作業にはどうしてもなってしまうんですが、そういうところから自分が進歩してるんだなっていうところを感じ取れる人がやっぱり強いのかなと思います。見た目ではなくて、そういった回数、重量、記録として出るところですね、そこをモチベーションにしていただくのが最も良いのかなと思います。これについても、まあ、落とし穴がないわけじゃないんですが、日によって調子いい日悪い日出てきますよね。それについては仕方ないと考えるのか、調子が悪い理由をちゃんと考えるのか、それによって変わってくると思います。調子が悪い理由って絶対あると思うんですよ。前の日寝不足だったとか、ちょっと深酒しちゃったとか、そういったところがあるならば、その辺は取り除く方がいいですよね。本当に毎回毎回のトレーニングでいかに高いパフォーマンスを出すかっていうような、普段からも生活をしていただく方が筋肉の発達に対してはプラスに働くかなと。そこまでするかと、意識高すぎじゃないっていう話ではあるんですが、でも筋肉欲しいですよねっていうところですよね。最初のうちはできる範囲でいいと思うんですが、毎回のトレーニングで、あ、今日調子悪かったからダメだったなってヘラヘラするのではなくて、それに対して少しこう反省をして、次につなげるような考え方をするというのが一つ有効なのかなと思います。というわけで、今回は筋肉がつかない理由ということで9つ考えていきました。で、今回は一番最初にお話しした通り、栄養面だったり休養面だったりはしっかりと満ち足りてる状態っていう前提でこれはお話しさせてもらってて、で、それに対してその運動面、トレーニング面っていうのは質を上げる余地が一番あるところなのかなと。まあ、人によってそのトレーニングへの向き合い方が本当に十人十色な中で、どれだけ質を上げれるかっていうところがやっぱりすごく大事になってきますの で、結局その質を高めていくとどうなるかっていうと、トレーニングすごくきついんですよ。すごくきつい。回復がやっぱり1日2日じゃ追いつかないくらいの強度でやるのですごく大変なんですけど、まあ、それに対してやっぱりきつい思いをしたらした分帰ってくるのがトレーニングのいいところなのかなと思いますし、そこに対してバックが少ないなって感じるなら、じゃあまだきつくないんじゃないっていう風な考え方をしてもらう方が、より筋肉に対してはプラスに働く考え方なのかなと思います。まあ、こういう話をしながら一つ一つがやっぱり私にこう返ってくるというか、じゃあお前できてんのっていうところは今喋りながら、全部自問自答しながらこの動画を作っているんですが、その辺はちょっと考えながら私も頑張りますので、ぜひこれ見てくださった皆さんも一緒に頑張りましょう。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。